サンガーズ会議は、江戸時代末期の文久3年末から翌年3月まで、京都に存在した朝廷の任命による数人の有力な大名経験者から構成された抗議制会議及びその制度である。当時流行した、公部が大論及び抗議制大論の一つの規決ではあったが、三与所交換の意見の不一致からわずか数ヶ月で崩壊した。 本校における日付はすべて旧暦によるものである。幕末の政局幕末の政局において、大老、井伊直助による強引な日米、修好通商条約締結への反発から、尊攘上運動が高まり、伊は安政の大国でこれらを弾圧するが、逆に桜田門外の変で暗殺され、江戸幕府の権威は急速に低下しつつあった。そこで幕府は、 朝廷と結ぶことで権威の回復を図ろうとする。従来、朝廷は政治との関わりを規制されていたが、江戸時代後期には、国学、水戸学の流星、体制委任論などの登場により次第に潜在的地位を高め、さらに日米修好通商条約をめぐる論争、政治工作の中で、老中、堀田正都が反対勢力を抑えるため、 公明天皇の直居を得ようとしたことから、天皇及び朝廷の権威は急速に上昇していた。公部合体こうした中、朝廷と結束することで幕府の権威低下を防ごうとする公部が大論が浮上する。老中、久世広金、安藤信正らは将軍、徳川家持の性質に公明天皇の妹、和宮親子内親王を降下させる。 抗議政体論一方で、幕府の権威低下に伴い、これまで惑星から遠ざけられていた、審判、戸様大名の政治力が相対的に高まり、中でも先進的な思想を持ち予防を担う有力諸侯を国政に参画させて、国難を乗り切るべきであるという抗議政体論が台頭した。文久の改革文久2年夏、薩摩藩主、島津茂久の実ッである、 島津久光が兵を率いて上京し、朝廷から幕府へ、直視、大原重徳を下させて、幕政改革を迫る。これにより、安政の大国以来失脚していた、松平春学が、政治総裁職、徳川義信が、将軍後見職として復帰した。生麦事件、久光の意志は、後部合体と幕府の体制変革であったが、 久光が江戸を去るに際し、生麦事件を起こしたため、帰って尊皇上位派を勢いづかせることになる。文久三年に入ると、政局は、尊皇上位撃派の長州藩とそれを後ろ盾にした三条、味、姉賀孔司孔知ら過激苦行らが調整を主導する事態となっており、熱心な上位主義者ではあるものの、幕府との協調を目指す公明天皇の意に鼻だ、反していた。 天皇の意向を受けた中川の宮朝彦親王は京都市五職松平片森率いる藍津藩と薩摩藩に命じて長州藩を及び尊上白業の排除を図った。長州藩勢力は京都から追放され尊上白業の三上ら七人もそれに従った。こうして尊上派の一層に成功した朝廷だったが中川の宮や関白、 高塚佐助弘らには政局を主導する能力がなく、朝廷は花だ人材に欠けていた。そこで、朝廷は、有志大名に期待し、島津久光、松平春学、一橋義信、宇和島藩前、藩主、伊達宗成、土佐藩前、藩主、山内陽道らに上落を命じ、混迷を極める政局の安定を図るため、調整改革も含めた。 今後の方策を探った。これを受けて10月3日に、久光10月18日に、春学11月3日に、胸なり11月26日に、吉信が入京。やや遅れて12月28日に、陽道が入京した。この間、天皇から極秘の新刊を受けた久光が、積極的な動きを見せる。天皇は、調整改革で、 尊老上位過激派を一掃した後は、従前のごとく、幕府へ体制を委任し、後部合体して、ことに当たる方針を示したが、薩摩藩はむしろ将軍を上京させた上で、有力諸公の合議による諮問機関を設け、抗議生態を作ることこそ、後部合体であると考え、諸公の協力を求めた。12月5日、薩摩藩は、賢明な諸公を朝廷に召して、 偽装とすべきであると提案。吉信の宿所に集った、春学、宗成松平、片森らもこれに賛同し、決定事項となった。これが三安会議の基本方針となる。さらに、久光の創上により、12月23日に、高塚佐助博が関白を罷免され、新幕府的な二条成行が就任した。こうして、先の薩摩藩上表に基づき同大晦日に、 ひそみつを除く上記4人と片森が、朝廷三世に任命される正月13日に任命。この三世の職務は二条城を会議所とし、二日おきに、三代して、天皇のすだれ前にて、町議に参加するというものであった。正月15日、将軍、徳川家持が最上落。公明天皇は家持に対し、周恵比寿征服の策略を起こすこと、 三予諸公の政治参加、交部合体方針の明確化などを求めた新刊を下した。これを受け、2月16日三安諸公に老中部屋への出入りが許され、正式に幕制参加が命じられた。以下、追認。このほか徳川義勝が三予に命じられたが、辞退している。国政の合議機関として設けられた三安、会議における当面の議題は、 当時検案となっていた長州藩の処分と上位問題であった。8月18日の政変で京都を追放された長州藩はその後も湿地回復を目指し政治工作を続けていた。実際、当時京都には長州藩への同情論も多く、政変を主導した中川の宮が帰っておそらくは魔王のせいか恐るべし、木無べしと悪評を被っているほどであった。 しかし、公明天皇の長州に対する激倫は解けず、長州派の池田茂生、上杉成則、池田慶徳、浅野持長、東道高潔などは続々と京都から退いていた。長州藩は、過労、根頃和紗、伊原和枝を大阪へ派遣し、たびたび、長州の無罪を訴える、嘆願書の提出を図るが、入居は許されなかった。しかし、12月24日に、 関門海峡を通過中の薩摩藩城旗船、長崎丸が、長州藩が占領していた、武前田の裏砲台から砲撃され、沈没する事件が発生。これが経営伝えられると久光は激怒し、長州へ聖罰即時実行もしくは、藩主府氏の大阪将官などの強行処分を主張した。これに対し、妖道は、将軍江戸寄付の後、江戸へ呼び出す方が良いと主張して対立し、 難航した。結局、長州の過労を大阪へ召喚して7強の引き渡しを命じ、従わないときは、性罰を実行するという方針となる。孔明天皇は熱心な上位論者であり、国政の諮問にあたる三安会議でも、通商条約の破棄、海外貿易を許可した諸公の閉鎖が議題となった。しかし三与諸行は元来開国的な考えを持っており、そもそも上位は、 不可能であることを認識していたため、鎖行には反対であり、かえって天皇の失望を買う。この時期、一部の上位派を除き、すでに諸外国との条約破棄は非現実的と、みなされており、上位の具体的施策は、兵庫校の開校阻止、及び横浜港の鎖行を意味するようになっていた。一方、もともと諸外国と条約を締結して、 開国を行った当事者である幕府も上位には反対していたが、前年の家持上落の際、公明天皇から上位実行を約束させられており、すでに文久3年12月に不可能を承知の上で、横浜左幸の交渉のため、フランスへ外国奉行池田長発を全権とする交渉団を派遣していた。サンアーズ会議においても、 当初、横浜佐幸に難色を示していたはずの吉信が、薩摩藩の台頭を警戒し、久光の主張には同調できないとして、ことさら、横浜佐幸の実行を主張することになる。2月15日に行われた3安会議では、久光と吉信がこの問題で激しく衝突した。長州問題でもはかばかしい結果が出ない上、横浜佐幸問題では三与監督に、 吉信と久光との対立が激化したため、三あず議体制は早くも行き詰まった。このなりゆきを懸念した中川の宮が2月16日に三与諸侯を自定に招いて主席を設けたが、泥酔した吉信が中川の宮に対し、久光は春学、胸なりを指さして、この三人は天下の大愚物、大漢物であり、 好権職たる自分と一緒にしないで欲しいと暴論を吐いたため、期限を損ねた久光は、完全に三預会議を見限り、幕府への協調姿勢を諦める。春学や小松建脇が仲裁に当たるが、吉信は幕府老中らとも対立を始め、老中、水野忠清は、三余会議は、天下の外物、むしろ敗するにしかずとまで述べるようになった。 こうして、ほとんど何の実績も挙げられぬまま、三夜会いにはがかいした。2月25日いち早く陽道が京都を退去し、3月9日には、吉信が三夜辞職。続いて、他の三、あも、相次いで辞任した。吉信は3月25日に、将軍貢献職を辞し、朝廷から新設の金利五主援総督に任ぜられ、二条城において、江戸の幕府から距離を置き、 独自の行動を取るようになった。この後吉信は松平入り及び京都諸次第となった松平貞明とともに幕府中央とは半ば独立した勢力を構築するようになる。なお、フランス派遣の幕府施設は予想通り交渉部長で帰国、独断でパリ約役場を結んだ池田長発や田辺大地ら施設団は処罰されるが、その後幕府も 一江荘も横浜佐古を積極的に推進することはなかった。一方、久光主導による薩摩藩の幕府改革路線も三厚会議の崩壊によって頓挫し、以後同藩は幕府より朝廷への支持に傾斜していく。同年の金門の変の後には、倒幕も見据えて幕府弱体化を起とし、夕藩連合路線で政治運動を行っていくことになった。 慶応2年末に15代将軍に就任した吉信は、兵庫開港をめぐる問題を解決すべく、朝廷工作を行う。それに対し、諸公会議路線の推進を図った薩摩の主導により、翌年5月13日に、久光は、陽道、胸なり、春学を集めて、国事を議論する4公会議が設けられた。いわば3あず会議の再現である。 しかし今度は逆に久光が、長州の観点を主張、吉信が断固、兵庫開港を優先するという、三和会議と逆の展開となった。薩摩の意図を見抜いた吉信が砂漠白業を味方につけ、徹夜の長儀で、条約直挙を強引にもぎ取ったため、四公会議も短期間で崩壊。以後、薩摩は倒幕へ向けて、舵を切ることとなる。以下、 引用文の求辞は真摯に改めてある。ありがとうございます。